どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐八川中央駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。早速フル強化した古田二村使っていきましょう。一方的虐殺で特攻が乗って、攻撃力2000オーバーですね。で、防御力も不足していたんですが800台乗ってます。で HP も1万5000に乗っているということで申し分ないですね、ステータスは。で、メゾクセキラートリプルエース、刺さってますね。有利属性です。というわけでこいつ出血と麻痺持ってるんで、今回はこのリゼですね、有利属性取ってます。そして人間キラートリプルエースマイナスもかかって、闇属性キラー S プラスもかかると。で、麻痺を、これ麻痺完全に防ぐなんだね。でこいつは麻痺させてくれるんですね、相手を。まあ、あの古田が麻痺は確定でさせてくれるんで、はい。で、出血はですね、出血も古田がやってくれるのか。じゃあムツキ連れていく必要はあんまないのかもしれないな。はい、まあこんな感じで、オールで、相手の防御力もちゃっかり下げて、火力を出していこうかなというところです。まあこの金木で敵のね攻撃力を下げる必要もあると思うんだけど、まあちょっと難しいかな。シフトいっぱい使わなきゃいけないから、とりあえず金木を一旦目であれだね、やりたいところだね。あ、これ今見て、今気づいたんだけど、前前夜あれだわ、ハクビ亭出身だわ、これハクビ亭パーだわ。行こう。初めてだよね、八川って。初めてだっけ忘れちゃう。とりあえずリゼ打って、最初にね、こっちは全然食い足りねえっつの。リゼ打って、これフルタ打ったらさ、フルタでブレイクしちゃうんだよね、こいつのあれで攻撃でさ。まあとりあえずフルタ打つか。じゃあこいつは武器耐久値削らない代わりに自分の攻撃に一つ武器耐久値を削るあれをつけるんで、難しいぞここは。フルタで攻撃すると削っちゃうんだが、うん、削っちゃうね。でもフルタに貯めときたいから、ちょっと有馬さんで削ってギリギリでブレイクしよう。ほう、で、有馬でブレイクしていきましょうか。でいつものように攻撃力にバフかけて、ブレイクバースもかかって、でね、ここはね、あのカネキングを出したいんで、とりあえず有馬さんには攻撃してもらって、一旦カネキングと交代で、こいつにはすぐ覚醒してもらう。変われ、僕だ。で、カネキングに、スキルを貯めました。あ、これ溜まるんだっけ、こいつめっちゃ回るんだったな、そういや。 OK で相手の攻撃力を下げて、僕だ。とりあえず1ターン目はこれでいいかな。そうだね、1ターン目はこれでいいね。で、ちょっと古田に回していこうか。アリマをね、まあ最終ターンあたりで覚醒させるんだけど、そこまで生きてられんのかな。待って、古田のボイスめちゃくちゃ面白いんだけど。ドゥン、しましょう。強っ、何も出た、140何万出たんだ今。とりあえず1ターン目はこれで終わり。え、こいつ普通の攻撃でも今137万出てなかったか。黒犬持ってたらさ、俺黒犬できたかったわここ。リゼは言うほど火力は出てないかな。一発28万ぐらいか、言うほど火力出てないな。まあ売り家をね連れてこようかと思ったんだけど、スペシャルさんの、あいつあれなんで、グールキラーなんでね。ていうかさ、あいつさ武器耐久値回復しなかったの、またかよ。こことりあえずねオールを、あのブレイクしてないからな、防御力下げたいところではあるんだけど。あいつも真似してきやがった。武器耐久値プラス1削るやつ。うわー、やべ、これあれだわ、ムツキ連れてきてね、忘れてたんだよなこれがあること。あ
あ、まだ1削るな。まあ、フルタ予想以上の使い方が難しいな、これ。本当にブレイクバーストをね、持ってて欲しかったこいつには。で、有馬でブレイクをしていく。で、このターンオール出そうか。望み通りか。望み通りか。このターンオール出して、相手の防御力を下げていこう。まあ、3ターン 0.4 倍にしてくれるんで、あとはもうジャストですね、ターン数的には。本当は1ターン目からやりたかったんだけど、なかなか難しいな。クライア !OK。オールもまあまあ、スキルゲージは溜まりやすい。で、こいつさ、手数が多いんだな、手数が。19デフォルトであるからな。あ、デフォルトっていうか、あれね、5突したらの話だけど、特攻かかってた時、アタックポイントなんかあったっけ、特攻って。今、古田のボイス、聞きそびれたけど、木島がなんたらっつってたの。防御力下がってる。お、リゼの火力めちゃくちゃ上がってるね。これ、古田の火力がすげえ楽しみなんだけど。さて、どんなもんかな。ブレイクバーストかかってる。有馬のスキルかかってる。うおー、200？ え？ 16 万ぐらい出た？ 2000 万じゃないよね。200だよね。あとで確認しよう。でも16倍か。あ、16倍なら2000万出てるか。そういや、こいつあれだな。1回しか攻撃しなくて16倍だから。そうか、単発2000万ぐらい出てるのか。鬼強えじゃねえか。ロマン砲だね。ロマン砲打てるやつはカナエと誰だっけ。危ね。ああ、そうだ、これあれだよね。古田の攻撃プラス1かつ、古田の攻撃もそのブレイクゲージのカウントに入ってるから、1回の攻撃で2個マスが削れるっていうことがあるから、マジでそこ気をつけねえと。今危なかったわ、普通に。ガチで危なかった。ブレイクしていく。8かは別にそこまででもないな。ただ単に2周年カネキが強いってだけのような気がする。普通に。これ古田飛んでいくときにさ、こうカグでこうバタバタバタってなるの結構好きなんだけど。おいしそうだな。くらえや。やっぱこのオールぶっ壊れだわ。防御力ダウン強えな。今月のね、フェスゲンはね、ヨモさんになるのか、重蔵になるのか、はたまたクローナになるのか、ホカヒラになるのか。あ、やべ、リゼ行ったわ。援護します。これ出すわ、ムツキのカグネ。こいつ普通にぶっ壊れだからな。アニマさん溜まってくれるよね。あ、やべ、これ待って、アニマでブレイクしたい。オッケーオッケーオッケー、危なかった危なかった。今普通に油断してた。望み通りか。ザンで、また古田に回していきますか。最後はオールで決めることになりそうやな。やば、まがまがしいわ。やっぱりムツキの攻撃。しましょう。最後古田で置いときたいんだけどな。トップに置いときたいから、ここはカグネを出してる3人前に置こうか。僕は負けない。てか普通にあれだわ、攻撃力があれだな。あいつ戻ってるな。
3ターンで切れた時に金木のあれ打たなかったら。まあ火力的には多分2億ちょっとぐらい、あ、3億3000万ぐらいか。まあただ古田の一発がでかいな。なかなか扱いが難しい。出血麻痺か。なかなか扱いが難しいんだな。ただね、こいつが武器耐久値削ってくれるから、こいつ火力を出すっていう面では向いてないような気がするんだよな。ブレイクバーストもないし、味方のバフ、まあ火力なんて1億ダメージ出せればいいからね。有馬さん、いらないっちゃいらないから、あの極めたものしかいらないから。はい、ということで今回はフル強化した古田二村、一方的虐殺を使ったんですけど、一発が2200万ぐらい出てたのかな。最古の時が830万ぐらいだったのかな。あの時は特攻かかった状態で検証したんだっけ。まあ後でちょっと確認する。200万ではないよね。多分2200万ぐらい出たと思うんで、はい。うん。非常にロマン砲ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。